はい、どうも、ルールカーです。スーパーロッテ戦 V、前回の続きからやっていきます。第30話、行ってみたいと思います。もう、プレイ時間、40時間ぐらいかな。40時間ぐらいですね。だいぶやってきましたね。まあ、だいぶね、クリアもね、楽になってくるんで、こっから、ある程度。頑張って進めたいと思います。心地いい顔。ここでシンジとレイがフィーチャーされるってことは使徒が出るのかな。レイヌエルベルか。
少なくない？そう。なんか。妖精か。少ないか。イベントで出撃するキャラが多いってことか。3ターン以内にある将軍を撃退する。ちょっと変わった形だよね。3ターン以内だと届くのかな。ジガンなのに一分に7000万だよ。ガンガン行かないと倒せない。
ジェガー一掃できそうだね。増援あるあるよね、これはさすがに。3ターン以内だからね、次のターンまであるんで。トゲタパンチ。だいぶサクサク進むようになってきたな。いいぞ。この調子でクリアまでのペースを上げていく。オーケー、エネルギー撃墜。
人出てくると思うんだけどな。そうじゃなかった第三神道京都市出す意味もめっちゃあるし、ね、あ、倒せなかったな。チェックしよう。やっぱり人だ。三島作戦みたいにはならないってことだね。適当なストーリーだな。あー、2体しか入んないのか。でも撃っちゃいますか。やべえ。ヤマトすごいスキルを覚えるな。じゃねえや、援護攻撃意味がない。
今回の作品は人弱いな。この世界には祝福を持ってるやつがいないのか。やりや暇作戦にしてる。無理やり、すげえな。なかなかに厄介だぞ。
らい前のオープン。お、マジか。うわぁ、また食らった。あ、そっか、これは別に回避してなかった。威量高いな。どんどんジオンの連中を倒していくぜ。
定通り向こうも片付いたね。よし、ぴったり。おお、そっち行っちゃう。ダメージ当たってねえじゃん。これでジオンは全滅した。あと、まあ、シトボム使って倒したいな。これはに当てるんだ。
はい、というわけでね、第30話、変わりゆく世界、クリアいたしました。まあ、結構お金も手に入ったんでね、いいシナリオだったと思います。で、31話、でお会いしましょう。バイバイ。